久保さん、千里の道も一歩ですね。千里の道も一歩歩かないと、あれですね。まあ僕もですね、一歩一歩あの動画アップロードして、もうあの、二万、二万何本になったちょっといいですか今ね、一般公開が二万六十五本、一応 YouTube 上でこの、 あの、数字が出てますね。たもうちょっとあんじゃないかな。まだ反映されてない本数もあるかもしれないですね。あ、限定公開のやつ、今やってるやつもあるからね。うん、まあとりあえず2万本超えましたね。はい。もうあの、で、あの、今現状として、あの、吉谷拓郎で YouTube で検索すると R34 マガジンが出てきて、まあ2万65本という、刻まれてますので、もうエビデンスですね。<laughs> 2万65本 <laughs>。チャンネル登録より、 あのなんだ、本数の方が多いっていうね、このアンバランスから。積み上げてきましたね。うん。まあこれからも積み上げていきますけど、そう、地道にコツコツと。うん。まあ、コツコツが勝つですね。はい。これ堀江さんのなんかね、本にあったような、コツコツが勝つっていう。コツコツが勝つ。 コツコツが勝つ、堀江門。堀江門のなんか動画、なんかあったうん、あ、堀江門の2015年のあの Q&A でなんかありますよ。これちょっとタイトルパクろうかな。コツコツ継続が当たり前、ボリューム540っていう。<laughs> はい。まあこれちょっとパクろはい。コツコツ継続が当たり前です。いってらっしゃい。